ジョイサウンドをご覧の皆さん、こんにちは、キングヌです。夏が終わり、完全に秋始まりだしちゃった感じっぽいっすね。マジでこれ一人身の人間にしか分かんないと思うんだけれども、寒々しくなってきたこの感じのこの季節、切なすぎて。でなんかさ、みんな言うじゃん、そのえ秋切ないねとか言ってくんじゃん。いやいや、こっち日じゃねえからって思ってから、だからそのえ切ないねとかのを口に出したくないぐらい、あの切ないのとか辛いの。お前らはどうせ人肌恋しいけんが、異性とカラオケに行きたいなーって思っとつやろうが。バレバレぞ。ということは、もう俺に任せとけって私の中のマイトガイ先生がまあ言います。はい、まあということでね、まあカラオケでいるっていうことは、まあもうそういうことですわな。恒例企画、まあ異性が歌ってたら俺散らかしますバイっていう曲、まあこちら紹介していきたいと思います。まずは女の子バージョンからいきましょう。青い珊瑚礁、前この回答すごくね今回多かったんですよ。聖子ちゃんですね。多分なんでこの回答が今回こんな多かったかって、ニュージーンズのハニちゃんがその松田聖子の青い珊瑚礁を歌って結構バズったんだよ。多分そこでやっぱ青い珊瑚礁を歌う女の子結構こんな気持ちっていろんな人が知ったんだろうね。うん、だからこの回答がね湧いて出たんだろうけれども、わかる、これは確実にいい。まあでもまあその秋になるけどむちゃくちゃ夏の曲ってとこちょっとあれやけどね。まあまあよけどよかっさ。まあ気温は確かに秋になって冷たかごだですけど、まあそがんと関係なくこの歌で男たちの心を熱くさせればよかったでしょうもんが。おいちゃんたちが任しとけ、俺に任しとけ。ラナ歌う女はエロい、出ました、ラナいいよね。私も最近めちゃめちゃ聴いてるわ。ラナって曲全部最高なんだけどガチムズいよね。でじゃあ私もそのヒップホップ知ってるそのチャラ男たちに、じゃあ寝ないじゃんラナ歌えんの、ちょっと待ってバリーみたいな感じで、もてはやされたい、もてはやされたい、もてはやされたい、はい、もてはやされたい。これもてはやされたいダンスですね。プラスティックラブ出た、神曲、マジでこれめちゃくちゃいいんだよ。なんかすっげー大人の女とかその色気のある女
がその歌いこなせる曲って感じ。もうこの歌を歌っても翻弄させたいもんね男を。私もいやけどその本当の願望で言うと私は男の子に翻弄されたいんだよね。あーっつってさそのまあキモい今の声質そうなんかまた手のひらで転がされちゃってますやん、どないしてまんのみたいな感じの経験したい。毎日悩みたい男の人でモテ遊んでくれたんですか、ほんまにありがとうございます、もっとくださいもっとくださいみたいな、もうそういう人生送りたいもうさ普通さ女の子はさモテ遊ばれないように必死になるやん。普通その遊ばれたくないからもうそういう遊びの男のっとって感じじゃん。もう私はもうちょ遊んでもらっていいですかっていう感じで気持ち悪いんですよねずっと。あれれが好きだ。これはわかる。この歌ね女の子が歌ってたらすっごい可愛いのめちゃくちゃわかるわ。なんかカラオケバーとかでさ女の子3人とかで歌ってたらさ絶対ウケいいでしょ。絶対その今日ワンちゃんもくろんじゃってますみたいな男が絶対乗ってくるからね。その君を守ってやるよとの部分とかさ絶対さ君を守る、おいうまい生々しい深夜1時2時ぐらいもうさ波乗り商人を歌ってる女の子もその1時2時に酔っ払っちゃってるからやーね雪だと言って男子になって、でそしたらもう男の子おこれいけっぞってなるからのための波乗り商人ですね桑田佳祐よ、ゲガスな君を守ってるよと神に誓ったよ出ましたね、エントリーズストーリー。めちゃくちゃちゃんと曲と名前書いてくれてますよこいつ。あれこれあれだよね、実写版7で使われた曲だよね。これ知らん人おったらマジで聴いてほしくって、本当に名曲なの。もうね良すぎる、もう曲調も歌詞も。私もこれね小さい頃のママに聴かされて育った気に知っとるっちゃけど、もう胸がこう切なくなるぐらいいい曲というか、うん、はい、そうなんですよね。こうやっていつも話に頑張ってオチをつけようつけようと頑張る私がオチにつけなくなるぐらい、それぐらいいい曲ってこと。
の世界、あいみょん。あー確かに見落としとったわ。あいみょんの2人の世界めちゃくちゃいいよね。可愛いし歌いやすいし、女の子は絶対歌った方がいいわ、うん、私が男で、で女にその2人の世界を歌われちゃったら、えって、じゃあこのカラオケボックスでも僕とあなた今2人の世界だよねってあの語りかけて、でそのまま「いただきますのキス」っつってこうキスしようとすると思う。ほんでボッコ嫌われたかも。お風呂から上がったら少し匂いを嗅がせて、あなたの声を吸わないで明るいレンゴ、むちゃくちゃええ歌やん。あら、いつになった私のことを君らに笑ってくれたら、そんなことばかり男バージョンですね。 EX ダーリー、これ EX で読み語ってんの、もう来ましたって感じだよね。来ました、沼男の殿下の冒頭、クリープハイプですよ。でもめちゃくちゃいいんだよねこの曲。クリープハイプのすごいところってさ、あれなんだよね、男が歌っても女が歌ってもすっごいいいんだよ、グッとくるんだよね。うわいいわ、クリープ選ぶのなんかセンスあるわなんかなっちゃうのよ。いいねこの歌、いいんだよね。なんかその大学3年生ぐらいの沼男にさ、深夜3時のジョイサウンドとか歌ってほしいもんね。うん、たとえ生々しい感動小説かと思いました。え？ラブレイン、恋の雨、こんなの一瞬で惚れる、いい、ラララ、ラブソングじゃないところがいいんだよね。ミッシングじゃないところがいい。え、ラブレインにあえて行くのっていう、そこのもう男のセンスの良さに脱帽として、綺麗入隊。ミスチルのキャンディー、うわえぐいっす先輩。
ここに来てキャンディーは泣きますって。ミスチルのキャンディー歌う男分かりすぎてるわ、女心を。なんか全て女の正解を選ぶ男しかキャンディーって歌わんやろ、女の前で。私最初この歌詞聞いた時号泣したけんね、あまりにもいい歌詞すぎて。なんか俺やんって、俺の曲やんって。なんか諦めようと諭す回路に君がそっと侵入してきて、分かるって。こっちはもう諦めようとしてんのに、なんかもう期待したくないのに、なんかまた希望を見出せそうな感じで、なんかあなた現れてくるじゃんみたいなね、わかんの。ずっと歌ってほしいこれ男の人に。なんで私を泣かしてくんないかな。もうめちゃくちゃ泣くから。で涙をこうやって親指で拭いてほしい、こうやってこうやって泣くなっつって、でそのままキスだよね。黄色をカスカスの裏声とか出さずに歌える男性、おい注文多いなお前。けどいいよね、そのバックナンバーの高根の花子さんとか、その綿菓子とかクリスマスソングとか、まあ行かれたら行かれたでまあいいんだけれども、なんだろう、王道なんか黄色ってとこがいいというか、バックナンバーのさ、この外しで行くやつセンスいい認定されがちよね。世田谷ラブストーリーとかさ、フィッシュとか、あフィッシュいいね。でもバックナンバーのその王道行かないで外し行く男って大体手だれ。気をつけて。この気持ちが私の胸を伝えた、いつか目の前の君に届くまで、あとどれくらいの時間をかけて、どんな道を通るんだろう。交差点で君を見つけた時に、目が最愛福山雅治さん、めっちゃいいわ。あ、最愛行く男すげえいいわ。うわ、ちょっと待って、私思い出した。私高校生の頃に男の子とカラオケに行ったことがあって、で最愛を歌ってくれたのね。ですごく上手だったんだよ、これはもう本当にすごく上手だったんだけど、けどそのちょっとでわって思ったのが、その福山にめっちゃ声似せてきて、でしかもそのいや俺今からちょっと福山の真似しまーすって言って似せてきたんじゃなくて、何にも言わずして最愛入れて突然福山に似せてきたわけよ。このカメラが私だとして、でこっちにじゃあ、で、あ、ね、画面があるとするじゃん、ね、でこうやって歌ってるじゃん、夢のようなーっつって、もうバリ福山で、人だから夢のよみたいな、めっちゃ見てくんの。福山の真似してますけどどうなりみたいな。ちょっともう我慢してって思ったもんね。苦しかったっすね、あの時苦しかった、あの時きつかった、あの空間本当にきつかった。愛さなくていいから、100万回の I love you。 いやもう世代すぎる、やばい懐かしいわ。
むちゃくちゃおもろい顔しとった時期にむちゃくちゃ聞きよったって。これ普通に同年代ぐらいのさ男女で歌ったら盛り上がるよね。え、ちょ待って、懐けすぎよ、テキーラポンポン持ってきちゃえってなるでしょ。ならねえよ。テキーラポンポン西麻布六本木みたいな奴らがさ、100万回の選び入れようよつってさ、なんか歌ってたらそれはそれで可愛いというか、そんなクソみたいな街に染まってしまったこいつらも芋みたいな顔して、なんかその悶々と女の子とそういうことしたいなって悶々としとった時期に100万回の I love you を聞いてた過去があるんだな、芋みたいな顔してよって、そういうなんか背景をね考えたら、そういうクソみたいな街で飲みまくる、そういう港区男子のなんか過去、芋臭い過去をなんかその想像したらもう可愛すぎて、ほぼもう懐かしすぎる、このイントロめちゃくちゃ懐かしい。だから